俺の想像する幕末志士会員はやべえんじゃねえか。当たり前よ。結構溜まってるものあるだろう。来てる来てる。会員に向かって、まずい。もう俺の席が危うくなっても。バリ増言。日頃溜まっていた鬱憤がすべて。もうメリケンサックだ。顔面に。パワーメリケンサックパンチが。もう馬乗りだよ。やばいな顔が見えないが。おう。中岡に文句ばっか言う。お前ら、所詮こんな人間だろうよと。ピザ声だの、なんだの、汚え声だ。思うところあるか。今、いっぱいいるんじゃないか胸に手当ててるやつ。いや、もうみんなだよ。だって、8割、9割、みんなそうだよ。一言も言ったことない人いないと思うよ。中岡に対してコメントで。そうか。これ相当キレてるか。もう。切れすぎてもうくっつかないわ二度と。結局だから中岡に文句言っているコメントも顔見えないけども、はい、こんな感じでしょみたいな。どうせな所詮どうせどうせお前らこんなんだろっていうな現実を見せつける感じですか。自分まずみんなある鏡手に持ってマジで、うん、放送聞くべとめくんの怖いんだけどなんで戻した今そっちかなこれ会員のこ れ,、ね、これ一番多いやつ一般的な、うん、一般的な会員ですか。もう10人中男6人ぐらい10人中6人まあこんなやつだよ間違いねえよ何何、うん、28歳男、うん、年齢的にはそのくらい若い方じゃないか幕末会員の中でも、うん、いてもまあさ俺らと同じぐらいあまあ、うん、そっかあ俺だとか言ってるやついんだけどほんとか合ってたべ俺だみたいに言ってるやついるよ実際合ってんだもう、うん、多分写真もそのままやべ俺のことだみたいに言ってるもんざわ、うん、ついてるもんなメガバンク勤務年収600万、うん、高っいい額もらってんだ28歳で600万でしょすげえな俺よりももらってんだやばいんだけど俺よりももらってるぞこっちそれより10上だぞそんなのばっかりだから一般的こんな感じですか今今時そうぐらいじゃないか世の中の一般的男性ってこんな感じしっかりやマジで放送聞いてる勝ち組じゃないのこれここまで言ったら都内の都市銀行に勤めるサラリーマン、うん、大学時代に知り合った妻と2歳の息子がいるもうこの視点でさ、うん、もういいっしょもう大学時代からっていうのがメインよ大事よもう一途になそれ普通もう大学で出会って、うん、そのまんま別れず社会人になっても頑張ろうねで今に至る幕末会員のデフォルトスタンダードうん当たり前なろっかな僕ももう遅えよお前は社内では誰からも評判が良く出世頭である、うん、家では愛妻家子煩悩であり、うん、来年には一戸建てのマイホームを購入予定完璧じゃないですか、いいっすな完璧じゃないですか特に不自由のない生活を送っているが、うん、たまにふと童心に戻りたくなる時があるやっぱり男の子はなそんな時には土曜の夜にこっそりとあれを聞いて満たされるのさ、うん、そう幕末ラジオをねここでもう満たされる満たされるやみかやっぱこのガキの集まり嫌みかよガキ二人の放送聞いてなんか負け組の放送を見てエツに浸ってるみたいな嫌みじゃんだなの遠巻きにバグマツ会員これがスタンダードだったらマジ僕速攻やめるわ活動おじゃやめる橋組のための動物園の猿やってらんねえよ何が悲しくてさ何が悲しくて勝ち組の酒のつまみになんなきゃいけないんだよ、うん、それも仕事のうちよそんな仕事嫌だそんな仕事続けぐらいだったらもう現世をリセットしたいわおーおーマジでもうダメだろ包丁持ってくかいんのかなこんなの幕末会員にまあ6割7割6割もいた男の6割な男女比はバラバラだからまた相当これじゃん大体この人なんだ
俺だってやっぱ言ってるもんな。そう、俺だコメントの量的にも多分6割ぐらいはね言ってんじゃない。俺だってなるんだ、リサーチ力が出てるね、うん、俺だとかこれからの俺だとか。ああ、うん、女の子の会員はこの後よ。なるほど。めくんの怖いやん、なんか勝ち組図鑑みたいなの来んじゃないだろ。いや絶対いねえだろ。こんなの女の子会員に絶対いないって。8割これだよ。え、私だって言ってるもん。おいるんだやっぱドビンゴだべ。23歳女性、うん、暇ないんじゃないかな幕末。そこもな、そこもな。逆に、うん、逆になの、すごい逆張りみたいな感じだね。勝ち組があえてのみたいな。大学生、文学科、テニスサークル所属、うん、完璧な、授業、就活、ゼミ、バイト、サークルと多忙な日々を送る大学4年生、うん、忙しいね。強烈に勝ち組なの。眩しくて何でもやってるよ。眩しくて見てらんないと思うんだけど、こんな人歩いたら近く行ったら溶けるぞ俺ら。溶ける溶ける。常時2フラムだから、体から。それみたいな雑魚モンスター速攻溶けると思うよ、近づいてきたら。天に召される。学内のアイドルで、うん、人当たりの良い朗らかな笑顔は常に人を引きつける。ああ、就職希望は小学校の栄養士。いいね、リアリティあるな。子供たちに美味しい給食を届けるのが夢である。マジか、俺にも届けてほしいな。何、小学校に栄養士っていんの？え、給食のおばちゃんのこと。栄養士の資格を持ってるおばちゃんもいるだろうし、別個で給食のおばちゃんが栄養士の、違うん、栄養士の資格を持ってるのか。別途いんのか、場所によると思うぞ。給食のおばちゃんは、うん、給食のおばちゃんか、作るだけか。栄養を考えて献立を作るのかが別。あ、いるんだ。バイトの料理作るおっちゃんじゃないだからさ。そんな料理作るだけかって。え、僕らの小学校でそんな栄養を考えたら献立出たか。出てたんだ。毎日ナムル食ってた思い出しかないんだけど。もやし。ナムルと牛乳のゼリーみたいなやつしか思い出に残ってないんだけど。あとあれ豚汁みたいなさ、それかすかのスープとさ、それ出しとけば大体栄養をまかなえるだろ。全部入ってんだから。あとあの味のねえコッペパンという。栄養つうかさ、まあ、とりあえず入れとけば、文句言わねえけど、人付き合いの多い彼女はちょっぴり疲れが溜まっちゃう、うん、そんな週末はあれを聞こうか、うん、このさ、うん、デルタアースオリジナル風の後半が無理があって、無理やり幕末ラジオを聞く流れがちょっと面白いんだけど。